街でたまに見かけるリサイクルボックス。不要になった本や段ボールを入れる箱です。料金もなく、少しを入れると思って言ってくれます。以前は、はがき等から個人情報が抜かれるのでは?と、利用するのをなんとなくためらっていました。しかし、家の掃除を始めると、古い本などが多く見つかり、処分場所を探して、このボックスについて調べました。そして発見したのが、イオンの敷地内に設置されている、エコステというボックス。エコステは、イオンのサービスの一部ではなく、別会社のようで、他社の敷地を借りているので、下手なことはできないだろうと安心し、行ってみることにしました。今ではエコステに限らず、どのボックスも利用させていただいているのですが、今回はエコステへ行ってみたいと思います。ちなみにイオンと言っているのですが、今から行くのは夢マートです。ローカルスーパーなのでイメージしづらいかと思いイオンと言っています。見た目も中身もほぼイオンなので、イオンと読み替えていただいて大丈夫です。エコステは、設置場所がネットに公開されているのですが、全国各地のイオンのような大型スーパーに設置されていることが多いようです。マンションにお住まいの場合は、専用の捨て場所があるので、あまり縁がないかもしれません。しかし、曜日指定がなかったり、エコステの場合は、紙の量に応じてポイントがつくので、こういう場所もあると知っておくと便利かもしれません。さて、夢マートウキハに到着しました。エコステは、正面入り口から少し離れた場所にあることが多いです。見当たらない場合は、ぐるっと回ってみましょう。ありました。使い方は簡単。初回であれば、まずエコステカードを作ります。発行ボタンを押すと、その場で出てきます。そして、カードを機器に読み込ませ、いらなくなった雑誌などを放り込みます。すると、重さに応じてポイントが付与されます。ポイントが一定量貯まると、夢マートで使える商品券と交換してもらえます。ただ、このカードについて一つ注意点があります。朝倉市のイオンに設置されているエコステも利用したのですが、イオンの場合、エコステカードが使えませんでした。代わりに、イオンカードを読み込ませ、古紙の量に応じて、そのまま、イオンカードのポイントになります。イオンカードを持っていなければ、ポイントがつきません。また、ボックスに入れる、紙の種類にも、少し注意が必要です。
リサイクルしづらい紙があるようで、こういうものは入れないでくださいと貼り紙がしてあります。回収業者のおじさんと何度か鉢合わせたことがあるのですが、ある程度はその場で仕分けしてから運んでいるようで大変そうでしたので、入れてはいけないものを入れるのはやめましょう。とはいえ、普通の雑誌や新聞は大丈夫です。個人情報の扱いについてですが、私は一応個人情報になりそうなものはコロコロスタンプで消したり、重要な部分だけ切り取って別個燃えるゴミにしています。誰が何を持ち去るかわからないので念のためです。車道からこういうボックスを見ているときは、利用している人をほとんど見なかったのですが、不思議なことに自分が利用すると高い確率で先客がいます。体感ではだいたい 30% くらいです。みんな使ってるから大丈夫というわけではないですが、実際結構使われているようです。紙って置いておくだけでも重たいですし、何年も放置すると虫の餌になっていたりします。権利書などでない限り、何年も使わなかった書類が今さら必要になることもないと思い、少しずつ整理しています。大事なものを奥にしまい込む気持ちはわかるのですが、おそらく逆です。大事なものこそいつでも見える場所に置いて、たまに状態を確認する。これが面倒なくらいならもう処分してしまっても良い気がします。いらないものが増えると大切なものが見え辛くなります。すみません、自分に言い聞かせているだけです。このチャンネルではお役立ち情報を共有したり、お散歩動画を投稿しています。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。